さん、こんにちは、ドリームチャンネルです。今日はですね、こちらのリラクゼーションランプ眠りなをご紹介していきたいと思います。忙しい毎日、緊張感が取れない、いつも不安が残ってるですとか、不眠が続いているとかね、まあ、本当に忙しい現代人ですからお悩み尽きないと思うんですけれども、そんなあなたのために、登場いたしましたこの眠りなです。はい、こちら、リラクゼーションランプなんですが、ただのリラクゼーションランプじゃないんです。実は瞑想ができちゃう。はい、瞑想って言いますと、ね、名前はよく聞いたことあると思うんですが、実際どうすれば瞑想に入れるのかわからない方多いのではないかと思うんですけれども、こちらのランプですね、光と音でヨガ呼吸をガイドしてくれる、そういったランプなんですね。はい、ですので、こちらのランプに従って、ヨガ呼吸をしていけば瞑想状態に入れる、そして、ゆくゆくは安眠ができるという、そういった効果を持っているランプです。さあ、それでは早速ですね、ちょっと使ってみたいと思います。こちら、コンセント入れるところございますので、はい、アダプターに挿していきます。はい、さあ、それではヨガ呼吸をガイドするというのはどのような形なんでしょうね。では、こちらのですね、音声ボタンを押してみたいと思います。はい、はい、聞こえてきました。ちょっと音上げますね。はい、女の人の声聞こえましたね。はい、スローリーということでですね、はい、実は、こちら英語で女性の声なんですけれども、はい、ヨガ呼吸ですね、4秒、7秒、8秒ごとにですね、吸って、止めて、吐いてというね、この動作をですね、音声で教えてくれるんですね。はい、はい、この音声に従って呼吸をすることで、ヨガ呼吸をすることができまして、そちらしっかりね、呼吸法をマスターしていきますと瞑想状態に入れるということなんですね。はい、その他にもですね、この眠りなにはいくつもの、癒しのサウンドが入っています。さあ、続いて、はい、こちらもですね、ちょっと神秘的な西洋の感じのするサウンドですね。ちょっとこう宇宙の中にいるような、漂っているような感じがする、とってもダイナミックな、はい、サウンドです。こちらも、瞑想状態、精神統一に使っていただけるサウンドになっています。はい、続いてですね、こちらはですね、禅という名称のついたサウンドなんですが、ちょっとですね、そうですね、和の雰囲気を取り入れたサウンドになっていまして、ちょっとこうキラキラキラっていう音が途中で入ってきまして、よりそうですね、日本のね、こう伝統的な良さを生かしたというような、そんなサウンドになってますね。はい、続いてこちらはですね、ごめんなさい、これでボリューム調整自由ですのでね、こちら穏やかな海というサウンドなんですが、結構穏やかというよりは打ちつける波をしっかり、堪能することができるサウンドですね。もうなんかもう波のすぐ横で音を聞いてるようなね、すごく臨場感のある音ですね。自然音なので、F 分の1揺らぎっていうですね、不規則な音とかですね、光とかが調和することで、心身をリラックスさせる効果があると言われている、いわゆる F 分の1揺らぎ効果がたっぷり含まれたサウンドですので、聴いてるだけでもなんかリラックスできちゃうサウンドですね。さあ、続いては、はい、これは実は雷雨ですね。雨と雷の音ということですね。すごい、これもすぐそこで雷鳴ってるような感じですよ。雨も結構激しく降ってますので、でもなんか
不思議ですごい落ち着くんですよね、自然音とね、うん、360度こうスピーカーついてますからね、どの角度で聞いていただいても、うん、すごいこう深い音が楽しめるかと思います。はい、これはですね、何でしょうということで、ファンノイズの音なんですね。ファンっていうのはあの扇風機だったりですね、うん、あの大きなファンの音になるんですけれども、はい、これもね実はねすごくこう人の心をあの安定させる作用がある音です。はい、次がですね、ピンクノイズということで、まあいわゆる結構ねこう甲高い系のノイズなんですけれども、こちらも実はあの人間の副交感神経を安定させる効能があると言われているサウンドです。はい、じゃあ、最後ですね。はい、これもまたノイズですね。さっきのとちょっと違うんですが、これはですねホワイトノイズと言われるもので、実は安眠効果を促す効果があると言われています。はい、このようにですね、いろんなサウンドが楽しめますので、はい、ぜひね皆さんのお気に入りの、ね、サウンドを見つけていただければと思います。さあ、眠りなの特徴まだまだ続きますよ。はい、このようにですね眠りなは、はい、ライトセラピーも同時に楽しめるようになっています。4種類のですね、素敵な、ライトセラピー、カラーセラピーもね同時に楽しめることができますので、ご案内していきますね。こちら、ボタンを押しますとですね、はい、このように変わっていくんですけれども、まず一つ目はですね、先ほどこのヨガ呼吸をガイドする音声聞いていただいたと思うんですけれども、それと連動した光になってるんですね。女性の声に合わせてですね、このライトが変わっていきますので、はい、よりね、心身統一に、感情をね持っていくことができるのではないかなと思います。ぜひね音声と光同時で、使っていただければと思います。うん、いいですよね。はい、じゃあ、ライトセラピー続いて、はい、こちらご覧いただけますかね。ろうそくの火ということで、眠りなはですね実は、電子ろうそくという別の名前を持っておりましてですね、本当にこうろうそくが、消えかかったような、ついたり消えたりみたいな、そういう絶妙なろうそく感を出すことのできるライトなんですよね、うん、ですので本当にこう灯してるとろうそくがついてるのみたいな感じの、癒し効果楽しめるかと思います。さあ、そして、またおすすめなのがですね、このカラーブレンディングというライトなんですね。これは6種類の光が、交互に現れますので、はい、あのお部屋枕にしてですね、つけておくだけでこうムードライトとしての役割も果たしてくれますし、うん、本当に素敵なね、あのお部屋の雰囲気作りに一つ使っていただけるのではないかなと思います。それでですね、最後のモードはですね、自分の好きな光が来た時にポチッと押していただけると、ここでキープしてくれます。これ結構おすすめですよね。はい、今日は一日中ブルーで楽しみたいなとかですね、今日は赤がいいななどね、自分の気持ちに合ったライトお気に入りとして登録じゃないですけれどもですね、あのキープすることができます。これお気に入りモードということでね、これもぜひ使っていただきたいと思います。はい、もちろんこのカラー楽しみながら音をこのようにね変えていくことできますので、はい、こうですね、タイマー機能もついていますので、はい、皆さんの好きなタイミングで使っていただきます。日常生活の疲れ、ストレスなど癒し効果とともにですね、ぜひ眠りなをおそばで使っていただいて、本当にね心地いい眠りにつなげていただけたらと思います。本日は電子キャンドル、電子ろうそく、眠りなご紹介いたしました。はい、それでは眠りなのボタン操作の説明をさせていただきたいと思います。
こちら音符マークを押していただきますと、はい、ちょっと大きくしますね。プラスマイナスで音量を調整することができます。こちら癒しサウンドの選択ボタンになります。こちらが、先ほどの、ヨガ呼吸法ガイドの音ですね。続いてが、リラックス瞑想のサウンド。はい、こちらは、禅という日本のね雰囲気をサウンドにしたものですね。はい、こちらが、穏やかな海ということですね。はい、続いてが、こちらがライブですね。はい、続いてファンノイズ、ピンクノイズ、はい、そして最後がホワイトノイズです。さあ、続いてはですね、今光っていますけれども、こちらがですね、ライトセラピーの部分のボタンですね。はい、このお日様マークを押すとカラーセラピーが楽しめます。はい、こちらがですね、ろうそくの火ですね。はい、こちらがカラーブレンディング、6種類の光が交互に現れます。そして好きなところで押していただくと、その色がそのままキープされます。こちらがお気に入りのモード、そしてこちらがヨガ呼吸をガイドする、はい、ガイドランプということになりますね。はい、皆さんは、どのライトと音で癒されるのでしょうか。